ですね、この文字 MOX をですね、まあ、もう1ヶ月ぐらい触っていただいてますかね。はい。はい、で、まあ、ご紹介いただくわけなんですけども、このどうでしょう、文字、この MOX の印象と言います。そうですね、やっぱりあの XF の流れでこう、色が黒くなったのがすごくかっこいいなと思って、はい、外観ですね。はい。で、あとやっぱり軽いのがすごくいいですね。やっぱこのビギナーの方とか、その車持ってない方でも全然運べるような、そうですね、軽量化にもすごい成功してると思うんで、すごいそこはすごい魅力的だなと思ってます。うん、音もすごいエクセスのやっぱ流れが来てるんで、すごいいい音がいっぱい入ってて、抜けもすごくいいです。じゃあ早速この MOX の音音色紹介の方ですね、いきたいと思います。最初、そうですね、じゃあボイス、からいくつか紹介していただけますでしょうか。はい。じゃあ最初にやっぱピアノの音をちょっと紹介したいんですけど、まあ、これは普通の1番に入ってる音で、すごく抜けも良くてすごくいいピアノですね。そうですね、こうリバーブ成分もすごくこう弾いててこう気持ちいい感じですね。上を弾くとすごく分かりますね。はい。今ちなみにあえてそちらのキーボードタッチの方でこのピアノ音色を弾いていただいたんですけども、はい、今回ですね、その鍵盤がですね、まあ、新採用のウェイテッド鍵盤というのがあるんですけど、うん、この鍵盤の感触、この鍵盤もなんかすごい弾きやすいなと思ってて、なんかピアノでも全然これだと普通に弾けるなって感じですね。はい、じゃあ続けまして次の音色いってみましょうか。はい。その次の音色はですね、初代モチーフから入っている音で、ヴィンテージ74という音です。はい。はい。で次の音がですね、オルガンの音です。でこのオルガンの音は、まあ、ジャズとかロックよりはちょっとゴスペルとかソウル的な感じのオルガンなんですけど、はい、僕はこれ結構好きで使ってます。続きまして、このギターの音色はディストーションがかかっているギターです。はい。この、ギターとかいないバンドとかがあるときは僕も結構その歪み系のやつで弾いたりもします。やはり上位モチーフゆすりの、そうですね、はい、すごい歪みもふくよかな歪みというか、すごい抜ける歪みですね。はい。じゃあ続きまして、はい。で続きまして、この音色が、まあ、シンセの音色なんですけど、この音色が、ね、去年のプリンスのアルバムとかで結構使われてたんじゃないかなっていう感じの音色で、結構こうブラックでも使う音色なんですけど、はい、一回演奏してみたいと思います。
結構そのヤマハのまあモチーフシリーズっていうと生楽器の、いわゆるシミュレート系で使われるケースが割と多くて、まあ、そういうイメージがついちゃうと思うんですけれども、全然実はそんなことなくて、まあ、この間の XF もそうでしたけれども結構そのシンセ系の音色もだいぶ MV の音色が入ってまして、まあ、これもその一連ではありますよね。はい、はいはい、じゃあ続けまして、はい、で次がですね結構最近の R&B で結構トラックとか聞くと結構使われる音色じゃないかなと思います、はい、はい、マドンナでもよく聞こえてきそうな感じですね、はいなんかもうそういうところで結構聞かれる音色だと思います。はい。はい、で今回そのピアノとストリングスを混ぜるレイヤーを今からちょっと簡単に作ってみようと思うんですけど、はい、でこのピアノがこうなんかLPも混じってるやつでこうデビフォスデビフォスですね。はい。感じな感じ。僕デビフォスが大好きなのでちょっとそれをちょっと作ってみたいなと思います。はい、あのつまみになってるのがちょっとあれですね、スライダーから変わった部分、ね、そうですね、はい、でまあこれもあのアサインすればもうすごく使いやすいなと思うので、はい、僕は結構好きですね、はい、はい、じゃあ続きましてスプリット系の音色、はい、じゃあスプリット系の音色をじゃあ作ってみたいと思います。このスプリット系の今から作る音色はまあ、そのバンドとかがないところが結構現場であって、はい、その時はリズムマシーン と、僕だけっていうところがあって、その時は左でベースを、はい、あのスプリットしてやったりもするんですが、これはすごくこの機種だと簡単にできます。これが理由です。ヤクイさん、鍵盤始められたのって比較的遅かったんですよね。そうですね。僕あの始めたのが16歳の頃で、それまで音楽やったことがなかったんですけど。16から鍵盤を始めて、はい。そうですね。初めて始めました。今のメジャー系のもう数々のビッグのサポートを積めると。いや本当にありがたいことで今もうちゃんとお仕事が。まあでもすごい好き、音楽が好きだったんで、それがやっぱりすごい良かったかなと。